世界漫画おすすめです。タイトルは異世界に救世主として呼ばれましたが、アラサーには無理なのでひっそりブックカフェ始めました。神様に救世主として異世界召喚されたアラサー主人公、世界を救うのはとても無理だと、他にもいるという若い救世主にお任せして森の片隅に趣味のブックカフェを開くことにした。けれどそこに客として来た騎士に本に付与している魔法やカフェメニューに違和感を持たれて、早々に穏やかスローライフの危機。実はいろいろできちゃうハイスペックアラサー主人公の異世界こっそり救世主のお話です。